上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートの抹茶商品5品を食べたいと思います。こちら宇治抹茶どら焼き、生チョコタルト、ワッフルコーン、アイスガトーショコラ。なんかこれスイーツのような本格味食感って書いてあるんですけど、アイスはスイーツじゃないのか。そして宇治抹茶ラテです。どれも美味しそうですね。毎度おなじみ上松週末元本じゃないが上林週末本店監修でございます。ではいただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらの宇治抹茶ガトーショコラがいただきます。アイスは溶けると嫌ですから先に行きますね。はい、ではお見た感じは普通のバーアイスって感じですけど違うのかな。やっぱりではいただきます。次はワッフルコーン、こちらも緑が鮮やかで美味しそうですね。ではいただきます。はい、続きましては宇治抹茶どら焼き。これは粒あん部分がクリーム、抹茶クリームだったようですね。なんか今までこのコラボどら焼きってありそうでなかった気がします。はい、中身はこんな感じですね。ちょっと分量が出ちゃってますけど、まあ結構生地がふんわりもっちりそんな感じになってますね。はい、中身はこんな感じです。ではいただきます。はい、続きましては宇治抹茶の生チョコタルト。これは、はい、まあ毎度おなじみの形ですね。こういう風になっていて、またこれまた緑鮮やかです。ではいただきます。ラストは宇治抹茶ラテ、これも美味しそうですね。最後は飲んで締めますよ。では飲んでみます。宇治抹茶はアイスの冷たさの中から宇治抹茶の風味を感じることになりました。他と比べるとちょっと抹茶が弱かった気がしますね。はい、続きましてこちらの宇治抹茶どら焼き。これもどら焼きとして抹茶は方向で美味しかったのですが、ちょっとあんがいまいち感じられなかった部分があります。せっかく粒あんも入っているのでもうちょっとあんこも感じたかったですね。クリームよりも抹茶感の方が良かったかなとも思いました。で次にこちらの宇治抹茶ラテはちょっと他の抹茶が甘めなのでこれは苦めでまた違った美味しさがありましたが、ラテと言われにはまろやかさがちょっと足りないような気がしました。まあそれもいいんですけどね。はい、次はこちらの濃厚ガトーショコラ。こちらは抹茶が口の中でとろけていく甘さをとろけているんですが、周辺のパリパリのチョコも美味しいのですが、ちょっとショコラとは違うかなと思いましたね。ただ抹茶の濃厚さはかなり感じることができました。そしてこちらの宇治抹茶の生チョコタルトは口の中に入れた瞬間にさっくりとしたタルトの生地と濃厚な抹茶の食感が見事に広がってきてとっても美味しかったです。今回の5つの中ではこれが一番おすすめでしたね。というより今紹介した順番がおすすめです。なのでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終了。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。